マミヤさんと杉野さんにもアタックゼロパーフェクトスティック実際に今手元にお持ちいただいています。ちょっと見せていただけますか、うん、はい、持っていただいてますね。じゃあそのあたりの手軽さ、はい、どうなんでしょうか。マミヤさん、やっぱりその時短じゃないですけど、うんうん、軽量も必要ないですし、軽量というとボクシングの話みたいになっちゃうけど、いやウェイトの方ね、全然思ってなかったよ。裏でもボクシングの話で持ちきりだったから、ごめんごめんごめん、軽量、そうだね、はい、軽量も必要ないですし、ポンってこう入れるだけで済むっていうこの時短はすごいなと思いました。あと持ってるとなんか持ってたくなる軽量、わかる、ちょっとねこうやってねこう持ってたくなる軽量、わかるわかる、うん、その辺も考えられるなと思って、うん、なるほど。じゃあ杉野さんも今ずっと持っていただいておりますが、はい、同じくです。でも、はい、これポンって入れるのちょっと楽しそうだなって思って、うん、これなんかやるの毎回毎回楽しい感じがして、うん、選択がね、はいはいはい、またちょっと今までと違う感じで、うん、持ってたくなるし、はい、ちょっと片言いや本当に持ってたくなるので、はい、いやでもずっとさっきからこう持ってらっしゃるなっていう感じを見てたんですけど、うん、でも全然ペタペタとかしないんですよね。あ、全然ペタペタしないです、うん、あのサラサラ、うん、はい、サラサラいいですよね、うん、日本語3日目かなサラサラで持ちやすいです。ありがとうございます。でも大事だよね、うん、大事大事。そんな中ピュアボーイの杉野さんどうでした撮影は。でもうまかった印象あるけどな、うん、杉野僕割とここはうまかったから。うまかったよね。はいはいはい、はい、うん、あの台がグッてなるのが一番、あの回るやつね、グッてなるのが一番大変でした。体感ですか。CM でこうなんかみんながこうスティックを持ってこうやって台がこうやって回るシステムだったけど、それが思いのほか結構グン、うん、あの機械式機械式のやつだった、ね、はい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 、それが大変だった。それが大変で、これは結構はい早く終わんないかなみたいな俺のせいでね、これ俺みんなが揃わないからね、須田早く終わんないかなってとかしてくれよ。いやでも全然全然、はい、楽しく撮影させてもらいます。やらせんだよこの俺にみたいな。そうだよね。いや皆さん、いやいやいや、これ公開となったらもう一人一人アップで見る方出てくるんじゃないですかね。本当ね、はい、アラをね、いやいやアラ探しまだ残ってるかな。そう残ってるかな、揃ってるはずですけどね、うん、はい、お願いします。